ってて出して、我々習った時はね、これでずーっと引き継いできて、それから親の先に行ったんで、最近僕なんかは、ね、出したらこうやって膝を傾く、これそういう感じ、もうただこう当たり返してるだけ、そういうこの足は膝でも元でも非常にこれ立ってるから、これ全然ストレスない。それでどっちか出したら、これを掴んで、ね、そうすると全然膝にストレスかかる。裏も膝をつけて、膝をつけてって言って、こう来たら膝をこうやって膝をつけて、だから膝が負担ないんで、そしたらこのままこのままこのまま。このままね、でもぶつかっちゃうんですよ。ほら、ぶつかっちゃうでしょ。だから、ぶつかって、離れてれば、多い。近いから。ここでやると、ぶつかっちゃうから。だから、この足を出す。ここで、抜いて、そうするとぶつかる。そして、こうなって、ここが中間。で、離れてれば、こう、これぐらい離れてれば出さなくても、このままこう、それは近いから、例えばここに1個入ってからこうやってぶつかっちゃうから、この足を出してやったらいいんじゃないかな。こうだから稽古すればするほど壊しちゃうっていうのは良くないから、壊さないように、逆に垂直で立つ練習って、必ず垂直で。じゃあちょっと座り、ハメハメしてみましょう。こう持ってきたら、でこう後ろ入んの、今度後ろ足引き付け必要なんですよね。引き付け必要だけど、こうやってやって、このまんま転換するとここ良くないの。だから後ろ足引き付けなんだけど、ね、こう足出しといて、こう入って、ね、こう引っ付いたら閉じるの、閉じてこう回るの、そう閉じてるんですよね。だから膝下さんが入ったら閉じるの、こうまず閉じて、それから転換、こう来て入ったら膝立てて、膝からここに入って膝から立ててね、ここは自由だから、自由に入って、そしたらこの膝を閉じてくるの。で、ここ回るの。で、ここに落としてきて、まっすぐして。で、で、こういう感じ。あんまりこう、何しろ膝、何しろ開かないってこと。あ、開かないじゃない。閉じて回るってことね。閉じてから回る。閉じて回る。閉じてから回る。こういう、回る。そうやってます。こうやって入って、ね、こう入ってきて、膝立ってます。閉じて。で、回るの。こう。そして閉じて、ね、それから出るのね、出るのだったらこういう、じゃちょっと入り身投げでやってみるとか、これね、一挙、まあ何でもいいんだけど、こう一挙こう来て、ね、こう入るのね、そしたらこの、ね、こう入ったら、この足引きつけて、こういう形で一回は、それからこっちは、そしてこう、やっておくんですね。こうやってこれダメ、やらないようになるわけです。何でもいいんだけど、ね、こう来たね、こう来たね、したら入ったらこう、そしたらパンって来て、で相手の重心ね、重心に入って見えないね。まあいいな。じゃこっち来ますね。こうね、こう線外してこう、まずして、その時こういう形立って、それからこの足自由、裏行くか表行くか、表の場合はこっちだね。ここにこう入ってるの、こう、この後ろ足つけるの、ぐーってとこうなってるの、それから今度こっち出すの、で今度この足、膝にこの足がきついの、こういう、そして下、こういう感じ、感じとしてはね、裏はこう、
右投げと同じ。こう来てこう閉じてる。それから転換するならこの足引いてくるの。こう。そしてこう。そこに来る。表来たらこの足ね、この足自由だから、どこでもいいんだけど、線をちょっと外して、でこの足をこっちへこう振る、相手の方向けるの、この重心だから、こうほら、あっち行ったりこっち行ったり重心向けれる。でできたらこう振る、まっすぐで、ここはね、この重心が自分に置き換わってくる感じ、こう、この線閉じてる。それからこうとこっちで、こう座る、こういう感じ。パーンって入ったらこういかないで、必ずこの足に閉じてまっすぐ、それから2歩目、それ大事だと思います。じゃあ座り少しやってみましょう。ちょっとやっていくらやっても膝壊されちゃ困ったから、要はね、要は開いたままこうやってこういうふうによちよちやらないってことね。必ずなんかね、来たらパンって閉じてる、必ず閉じてるのが普通の姿勢だから、それはまっすぐ立ってるのこの足、そしてこの足入院してで、こう入ってで、これで張りすぎだったら少しこう閉じりゃいいわけね、少しあんまり出ない。でも膝で出てるわけじゃない、膝でこう出てるわけじゃなくて、必ずここのここが出てる、必ず遠くからで、遠くまで行かないんだったらこうやったら遠く、これ近い、でも必ずつま先って足の底で出てる、膝で出てない、膝が出ていってない、足が出てる。それでこうね、こう入ってきて、その時にも膝が取れてる、そしてで、いつもこういつもこう閉じて開いて閉じて開いて、場所調節はなんていうのかな、必ず途中でやらないで、必ず閉じて、それからなんか、それからすぐんだったら、すぐんだったらこうやってやっていくし、なんか出ていくんだったら必ず閉じてから次なんしね、そういうことをなんていうのかな、設定してやらないと、もう壊しちゃうから、やればやるほど膝壊しちゃうんだ、話って何のためのケアやってかかんなくなっちゃうっていう話です。まあ、後輩たちね、なるべく膝を閉じてやるように、膝を閉じてから次のこと。